はい、こちらガチャジャマンです。今回はもってきな藤枝店で10分チャレンジやっていきたいと思います。お菓子台から攻めていくか。では早速やっていきましょう。はい、今回で2回目のこの企画スタート。さあ何から攻めようかな。難しいのはいいや。あ、ここ行くか。ここ、これ行きましょう。さあ時間がないからね。あ、右側はもうダメじゃん。これ左側を外してどうかな。あー、ビビった。やばいよ。最初からちょっと不穏な感じですが、まだ30秒ぐらいだから、まだいけるよ。まだね、30秒ぐらいしか経ってないから。はい、どうかな。アームの幅がさっきまで普通のクレナ2やってたからね、ちょっとアームの幅が。オッケー、ゲット。はい、次はこの豚ゴリラ取っていきたいと思います。前回やった時結構簡単に取れたよ。3回ぐらい取れたのかな。はい、今回はどうでしょうか。さあ前回あれか、いちご味か。あ、おー、来た来た来た。このパターンだね、いつものパターンだよ。これ蓋の方がね結構引っかかるんですよ。さあまだ1分半ですよ。1分半、プレイ回数じゃないから時間ですからね。これサクッとね取りたいですね。あー、これはきつい。あ、けどケツの方、左側どう。おい、ゲット。はい、ありがとうございます。さあ台を選ぶ時間もこれロスになりますね。はい、どうかな。今2分半ぐらいか。さあ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 、頼むぜ。元気はつらつ、オロナミン C。 おお、ラスト1個だからね、取りやすいはず、おそらく。さあさあさあ、これがおそらく鬼門になるであろう。さあナインさん、どう決めてくれるか。ちょっとアームが違いますねこれ。はいはいはい、ギリギリを攻める。あー、バーに当たった。ただこれはプレイ回数ではない。はい、来た。さあ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 、そろそろミラクルプレイ、ミラクルプレイをお願いしますよ。言ってもね、結構堅実な動かし方、堅実な動かし方させてます。はい、3分を過ぎました。さあさあ、これで取れなかったらちょっと、これでなんかチャンスタイム入らなかったらやめとこうか。どうかな、けどいいとこ行ったんじゃない。おお、ちょ待て、これはやるか、これはやろう。さあどうかな、バーに当たるな。くっそ、あー、滑った。あと1回やって無理だったらやめよう。いいね、時間の方が、プレイ回数より時間の方がスリルがあるね。おい、どっちもねハラハラするんだけどね、取ってる側は。おい、どうでしょうか。頼むよ。あー、これはきついか。動け。あー、やめとこう。さあこの状態で落ちていました。こういうのも狙ってくっていう姑息な手段に出ます。頼むぜ、全てが初期位置じゃないんで。はい、ゲット。はいはい、残り時間は半分。これね、個数制限2つだからこれ2つ取ってね、ちょっと数を稼ぎたいっす。頼むぞ。ちなみに初心者だい。簡単だよ、簡単だけど取れないときは取れないよ。こっち行くか、右側行こう。右側何としてでも取ります。頼むぜ頼むぜ。変な風に倒れなきゃ一発でいける。おっと、やばい。さあ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 、ここですね。これで払ってゲットしたい。残り6分、残り4分です。さあどうかな。やばいよ。おい、じゃあもう一回狙っていきましょう。頼むぜ。こういう焦ってる時だとね、こういう台が、こういう初心者台が致命傷になってくるんですよ。はい、ゲット。続いてもう一個いくか。時間もないし、ちょっとこのまんま落とすぞ。いや、なんならそれもそれに当てて落として、スタッフさんを呼ぶ時間を短縮したい。はいはいはい、来い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 。いや、あいつ邪魔だ、あいつ邪魔だぞ。どう、うわ、くっそ、そうか、そうなるのね。あと2回、これでいいっしょ、これでいくっしょ。当たんねよ、当たんねよ。あ、けどいい、いい感じ、いい感じ、いい感じ。カメラがなくなっこい。どうも、一回どっちにしろスタッフを呼ばないといけないっていう。
まあいいでしょう、まあいいでしょう。頼むぜ。お待たせいたしました。おめでとう。さあ、順調に溜まってきております。最後の台どれにしよっかな。これやるか、これ。はい、時間は8分49秒。さあ、さっさとやろう。これも前回やってるからね。容量が分かってる台だったらすぐ取れるはず。これで最後かな。頼むぜ。動く。もう一回取れたら最後もう一つできるかもしれない。このくらいかな。頼むぜ頼むぜ。いける。これあれだからね、一個取ったら二個分だから。はいはいはい、来た。はい、あー来たね。これあともう一回。あ、残り30秒でございます。マシュやばい、変なこと言ってると取れんくなるから。はいはいはい、これミスったら痛いです。これミスったら痛いです。ミスっております。あ、まだ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 、これで最後かな。残り15秒。さあ、泣いても笑ってもこれ取れなければ終了のお知らせ。ここか。頼むぜ。58、59、10分経過。これはいったっしょ。はい、やるだな。最後は決め切りました。はい、景品を取って10分半くらいかな。はい、では結果発表していきましょう。はい、ではこんだけ取れました。結果発表していきます。はい、ダミー箱、これ後で返しますんで。はい、でこちらチョコレート2つ、やったぜ、お得ですね。でこちらラーメン、もうおなじみでしょ、このラーメン系。お肌中ですから乾麺ですよはい、次豚ゴリラ取りました、やったぜ。でこちらもおなじみ食べっ子動物、時のセットいっぱいだからね、本当にね、一発取ってもね、かなりお得に感じますね。で最後こちら元祖スルメジャーキー、これね2回連続で登場になります。お酒好きにはたまらないですね。はい、って感じで1、2、3、4、5、6、7って感じで、ね、7個景品ゲットできました。最高だね。お菓子代お菓子代でね、ちょっとねフィギュアに挑戦する勇気は今回なかったっす。って感じでね、法的な藤枝店、お菓子代めちゃくちゃ取りやすいです。短時間勝負だったらお菓子代狙いましょう。って感じで今回は以上になります。今回はねちょっと2回戦はやる勇気はなかったんで、ぜひチャンネル登録の方お願いします。じゃあ次回見てください。バイバイ。